今回は本当に初出場で、まあ最初の方は選ばれると思ってなかったんですけど、まあ、最後の方で結果が出て選ばれることになったんで、まあ、出場できるかわからないんですけど、まあ、出場した時には本当に向かっていい気持ちで頑張っていきたいです。まあ、自分を強化推薦で選んでもらったんで本当にまあ嬉しかったですし、まあ、日本を背負っていくんで、あそこは頑張っていきたいです。まあ、やっぱり最初の年は本当に全然ダメだったんですけど、まあ、最後のギオから自信がついて、まあ、世界でも勝てるようになってきたので、まあ、この勢いのまま今後も世界選手権を通して結果を出していきたいなというふうには思っています。残念ながら3番目には選ばれなかったんですけど、本当に最初はもう3番手にも選ばれるか選ばれないか、そこの以前の問題でもうそこまで自分にはたどり着けなかったですけど、最後の最後で食らいついて、まあ、その争いに行けたので、まずそこに自分が成長できたっていうのもありますし、まあ、でも本当にその争いで緊張感がある中でプレーできたので、まあ、それが本当にいい経験になりましたし、まあ、今後につながる、まあ、本当に争いだと思ってたので、次4年後は、まあ、何が起こるか分かんないんですけど、まあ、本当に次のロスに向けてもうまた昨日から本当に全力で頑張っていきたいなというふうに思ってます。まあ、もちろん世界チャンピオンだったりオリンピックチャンピオンになっているマリオ選手と、まあ、一度は戦ってみたい選手が自分の中で目標なんで、まあ、出れるか分かんないですけどマリオ選手とプレーしたいなというふうには思ってます。出場した時には、まあ、たまに岩選手みたいに遊ぶプレーもありますし、まあ、あとは、まあ、豪快なプレーもあると思うんで、まあ、そこをぜひ注目して見ていただけたらありがたいです。